北海道の伝道師見習いのせっちゃんこと佐藤瀬奈です。よろしくお願いします。ぜひオンラインお願いします。東京都伝道師見習いの椎野美空です。よろしくお願いします。オンラインオンラインお待ちしてます。じゃあがーす。ツイッターもフォローしてください。せっちゃんです。どうもしーちゃんです。よろしくよろしくお願いします。オンラインお待ちしてます。味噌ラーメンですです。そうです、そうです。ラーメン食べたい。味噌ラーメン、やっぱ札幌ラーメンは味噌ラーメン食べたい。あっ、そう、新メンバー、まゆさんが来ました。ご紹介しました。あ、しました。お願いします。お願いします。だいぶ良かった。いや、全然見ていただいて反省点しかない。緊張しました。これからね、もっとなんか成長に行くような気持ちだなって感じ。緊張しそうだった。めちゃめちゃ緊張。やすくん、頑張んない。あゆみ先輩、やばい。先輩、あゆみ先輩。先輩じゃない。先輩です。間違えてきてて。いや、大先輩、めちゃめちゃ。結構レッスンも長いよね。レッスン実はもう一緒に行ってきて、やっぱりワンマンとかもね、はい、感染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 なんだっけな、バンザイジャパンでなんか向こうチラフィカとか、はい、そういうライブがあって、ライブ見に行くと三期交代って言うんですよ。じゃあ皆さん三期交代中。あ、そうそうそう、そういうことです。から2人も、はい、最近交代とかいろいろ大名から、はい、大名から用語を覚えて、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。楽市楽だ。コメントくれたけど、あれですよね。これのせなちゃん、はい、はい、せなちゃん、はい、行ってきます。はい、あ、ちょっと見せるよ。あ、きょんこさん、どうも。ちょっと2人行っちゃったんですよね。誰か、あ、来てくださいました。東京都です。東京都です。スクショタイムマンジしときますか。マンジできないんだよね。無理だな。マンジ、え、すごい。マンジだったよ。マンジです。やおやお、いつき先輩。そうだよ、先輩だよ。いつき先輩です。全然先輩じゃないけど。コスモさん、おひさん、これオンラインで作ってくれるってことで。あ、そう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 、ここオンラインから、はい、そう、急に渋谷か。急に渋谷。これ初いよ、初なんだよこれ、初。肩出しがギャルみたいで可愛い。めっちゃギャル。ここら辺がギャル。ギャルちゃん。Who are you って聞いてますよ。何ふわゆる、どういうこと。あなたは誰。あなただろ、佐藤いつき。椎野美空です。暗渠の、そう、暗渠の人。あ、呼ばれました。行ってき。あ、うずちゃおー、うずちゃおー、万歳万歳。新しい足柄さん始めました、まあ、もうちょっといなくなっちゃった。好きだなって感じだな。あれ、一緒じゃない？あ、一緒ですよ。一緒だよ。お揃い。お揃い。めっちゃ綺麗と思ったんですよ。相変わらず生きてる。まあね。
モチモチパーツで姫様コンビ、あ、木が一緒。確かに、いつきさんの木とモチマルの勇気の木が一緒。姫姫、姫姫、モチも後輩が増えたね。洗ったのでも前、そう、お姉さんなので。ありがとう、お姉さんです。お姉さんなので、それは取れるピンちゃいな。確かにね、そこが増えたもんね。姉さん、姉さんだ。そしてありがとう、姉もちも。もちもちおやすみ。もちもちいるよ。何が見えてるんだったのか。天気になってかわいい。姉さんとかありますか。あ、あれ、皆さん特典お待ちしています。今日は新衣装、はい、電話こ こっちの赤白のなんだっけ、公式グッズ販売からゲットしてね。今日はね、14人だと思ってたら16人でした。今日は16人います。新しいメンバーも入ったからね。かこみしゃめとかかこみチェキとかいいと思います。しもちとむちまるきちゃん同じ人や。同じ人だよ。ロング、いつきさんのかな。そう、ロングのやつ、おそろい。ロングのやつ。なにこれ、かっこいい。すごいかっこいい。ありがとう、たくろうさん。すごい。一丸の配信の係じゃないのに、ね、音映っちゃう。どうしよう。明日はライブがないのか。明日はライブがないけど、明後日はライブがあります。明後日は横浜サウザンドクラブでライブをするので、でね、なんか横浜久しぶりな感じ。あ、うっちゃんと、こんにちは、おおかです。さっきゆうきちゃんと TikTok 撮ったよね。撮りました。面白かった。ネモハモルームルーモアをふみさんとジュリアさんとあとゆうきちゃんと踊りました。TikTok に載せてるので、まあ、みんなに TikTok のアカウント公開してないんだけど、秘密でやってます。頑張って探そう。絶対出てこないよ、名前も違うもん。こっちはピアス開いてないよ。開いてないの。開いてないです。めっちゃ開いてると思ってた。怖くて開けられない。絶対髪染めるより痛くないよ。開いてますか。開いてない。もうね、閉じちゃった。あ、本当だ。そう、うっすら開いてた。そう、 TikTok 撮ったの。ダンスむずい。そう、ダンスむずい。全然分かんなかった。いや、嘘、ゴリゴリに踊りました。めっちゃ踊れてましたよ。ね、ののちゃん次だな。はい。どうしよう、ずっと映っちゃう。でも誰もいなくなっちゃうから、どうしよう。あちらものなんか来ないかな。ピアスなんて怖い。そうだよ、ピアス怖くて開けられないよ。もう本当はなんて言うんだっけ、なんとかってやつ開けたい。なんとかってやつ。お疲れ様です。ありがとう。今日は30分枠頑張りました。の保護になる雇用か、保護じゃなかった。どうしていい。どうしよう。でも配信じゃないんだよね。あ、新しい子たちが来た。先ぶりです。
新しい子も入ったのでみんなぜひ特典ゲットしてね。もちもちさんでーす。もちもちさんでーす。もちもちさんでーす。あ、今日夢に登場しちゃったら。顔ですか？あ、帰ってきました。マスクかわいい。あ、マスク今さっきサスさん来てくれた。ソーラーです。東京都。はい。ドレミファソラシドのミソラです。おお。いいよ。覚え方。ソラちゃん、はじめまして。落書き書の田野美優、お願いします。え、長見さん、ありがとうございます。身長差はどのぐらい？今持ってるから。持ってるから。159。私は161です。え、私の方がちっちゃいんです。あ、みさらさん行ってきます。行ってらっしゃいということで一人になっちゃいました。まだ双子に見える。いや、そうですよ、光がすごい。デビューライブお疲れ様でした。ありがとうございます。嬉しい。また次のライブも直近になる気がするので、よろしくお願いします。ツイッターの方にね、情報を載せていきます。僕は双子です。え、そうなんだ。双子って憧れる。双子こうでした。じゃあも始めます。あ、そうなんだ。スタイル抜群じゃね。めちゃめちゃスタイル抜群です。先輩、あ、先輩たちがすごい無理だった。怒れてないです。まさみたくてすごい嬉しい。すごい嬉しい。この密集の日本語が頭良さそうだよ。いや、全然です。でも今の感じを見るとちょっと危うくなってきてる。さすがに言葉出ない頭悪い。そう、今日のセナのツイートをふみがツイートしました。そうなんです。勝手に写真さんがしてくださいました。なんかこれ、ふみさんのツイートリツイートしてくださいしてもいいですかみたいな。リツイートって何？なんか私とみそらさんの情報も書いてくださったんで、ツイートしようかなって。ツイートしたの？ツイートしなかった？あの、お願いします。ふみさん、行ってらっしゃいです。お願いします。かわいい。こんにちは。こんにちは。みさんが来ました。みさん、どうですか？楽しいです。よかった。でもまだ私1曲しか歌ってないので、なんか1日に4曲とか今日皆さん歌ってたんですけど、パンクしそうだなって思う。マイク表とかもあるもんね。はい、まだ不安。お二人似てる声。いや、全然わかんない。鼻がすごい綺麗じゃないですか。ねえ、でも鼻すごい綺麗。すごい、鼻がすごい綺麗。ボキの学組ためです。お、ボキの学組さん、わー、すごい、エモそう。今日揃ったし、ボキの誰かのあれか、特典券を。あれ、いっちゃんの特典券を買われたと思う。あ、買われる。特典券を3枚3枚買って、備考欄に5期の囲み写メが欲しいですって書いていただければ。5期に限らずみんな買えますよ。3人以上は囲みです。あれ、佐藤さんですか？佐藤です。あ、佐藤さんです。アイスくん、佐藤さん、ね、わかんないよ、もうセナちゃん。あ、そう、ペンギン、ね、かわいい、このペンギン。今日のあれです。このペンギン大好き。今日のイベントの海賊ペンギン。花なので。思い出だから。
部屋に飾る。佐藤呼ばれたので行きます。佐藤さん呼ばれたの。ドサンコのさ、あ、カズさんドサンコだったな。北海道の方だった。へぇ、北海道行ったことありますか？遠征で2回ぐらい行ったことある。ないんです。ないの？行きたくて。行こうね、じゃあ。はい、行きます。行きましょう。頑張ります。まあ、バンザイジャパンのなんだっけ、日本満喫っていうツアー中だから、北海道も行けるように頑張りますね。そうで、白が佐藤で、赤がみそらです。みそらちゃん、何みそらちゃん？シーノです。シーノみそらちゃん、難しい、またこんにちは、失礼します。やったね、新メンバーお披露目。ねえ、よかったよ。みそらちゃん東京？はい、イエーイ、東京の仲間が来ました。あ、みそちゃん呼んでるから。マリアのところ。なんか2人ともまだあわあわしててすっごいね。かわいいよね。かわいい。これから皆さんよろしくお願いします。お願いします。埼玉行ってみたいね。意外とないからね。ね、本当意外とないね。ワンマンとかでね、行けたらいいの。したいな。髪の毛短くなりました。近くなった。これがさえちゃんって感じ。やった、決めた。北海道ツアーなのか、どうでしょうか。どうでしょうか。でもね、すごい行きたいよね。ね、行きたい。なんか12月なんて来てんじゃん。誰がね、らしいね。 JTBさん。あー、出てるやん。なるほどね。みそらちゃんですね。そう。二人とも頑張り屋さん。そう。これからが楽しみですね。大きいよね。大きいよね。大きい、そう。何センチなんだろうね。結構ある。最近ちっちゃい子ばっか入ってきてたから。そう。ね。一寸中もずっと二人踊ってるし。楽しみだね。北海道に行ってね。ね。すごいよね。沖縄だよ。ね。沖縄いればなんとかなるから。そう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 。見つけてこよ。ね、それ来週のとか。確かに、そうだね。ガス。はい。うん。おすすめ。ね。私結構隠してるから。なんだろう。なんだろうな。変顔できないの？あんま分かんないじゃん、オタクが見せそうだけどね。150キャット161って言ってた。そうなんだ。そのちゃんが今のご時世ね、やることない。そうなんだ。意外ともっとあるかと思う。ね。あ、ゆみさんのセンチ？あ、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 チーム、はい、チームチームコッカーなんだ。こんにちは。チームこんにちは。そう、大遠征、みんなで急に言うと分かんないけど、大遠征の時に同じ部屋だったんだけど、もう仲良くなりすぎて、そうおかしくなっちゃった。寂しかったから一緒に朝歌ったよ。そう、なんだっけ、なんだっけ、気がする。誰だって。誰だ。
ました。行きました。はい。めっちゃ可愛い。すなちゃんも作るんですか？いいんですか？大丈夫？大体映ってる。え、ちょっと似てるね。二人一緒。え、可愛い。いや、可愛いです。似てる。本当になんか女の世界出ちゃった。女の世界。女の世界出ちゃった。本当にあゆみさん、見学の時から、うわ、この人画面やばいと思って。それこの前みんなで話してましたよね。え、照れちゃう。やばいとずっと目で追っちゃってて、やばいみたいな。照れちゃうから恥ずかしいな。なんかみそらさんが、あゆみさん。やったー。中身本当に変な人だから。いや、顔がいいが一番。ツイッターの固定の写真やばいですね。ありがとうございます。女みたいになっちゃった。赤い子が北海道、白い子が東京。逆だ。あ、北海道と北海道。東京だよ。東京雪の子です。雪だよ。雪だよ。北海道。みそらです。みそらちゃん。はい。逆ですね。逆だね。ギャルが増えたね。ギャル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 っぽい。ギャルっぽい。タマスさん。タマスさん、よろしくお願いします。配信とかやってる？ちょいちょいやってます。みんな来る。そうだよね。わかる？みんな。あ、でも、そうね。お披露目してからまだ配信してなくて。そっか。でもなんかツイッターと同じ、京子さんとか。なんかすごい見覚えがある。あ、見覚える？ナスのマーク。うん。よろしくお願いします。え、小樽市出身ですって。お魚が有名。どこら辺ですか？大阪で。大阪じゃない？小樽は札幌から電車で30分ぐらいで行ける。意外と近い。魚とか魚介が有名なところ。いいな、お魚。食べれないけど。食べれないんですか？食べれないの？魚介類アレルギー。大変だ。生臭いのでうーって。匂いで。匂い。じゃあもう港とか行けない。市場とかも絶対。はいはいはい。え、すねちゃん魚介好き？魚介好きです。北海道だもんね。魚介いるよね。料理すごかった。あ、見てくださって。でもなんか一人暮らしだから、やるしかない。ひもじいしなんか、もっとちゃんと食材とか揃えて買ってやったらもっと楽しいけど。いや、すごいね。白滝ばっかだ。白滝、あー、いいね。でも嬉しいよね。ただでさえ、あなた自分で塗った爪もこんな。ちょっと近い。ずっと痛くなります。隣町。観光で行きやすいです。なるほど、なるほど。札幌来た時、朝起きたら千葉から来てるんだけど。はい、高倉さんとも入ってる。はい、めぐちゃんが千葉で。違う、反対。それ逆だよ。クッキンアイドル。クッキンアイドル。アイマイマイみたいな。確かに懐かしい。見てた。マインちゃんの仕様です。年齢出してる？出してます。一応出して、言ってないけど出してる。言ってないけど出してます。え、知りたい。私たちも知らないよ。21です。あ、21の代。あゆみさんと一緒じゃないですか？あゆみさんと話したね。あ、一個下なんだ。そうだ。一個下だ。一個下でした。私はこの間24になりました。あ、おめでとう。ふみさんと一緒？ふみさんじゃないです。一個下か。マリオさんとかでしょ？そうです、そうです。あー。何月何日？9月30日です。え、この間じゃん。はい。おめでとう。ありがとうございます。この間24歳になったって言ってました。結婚さんだからマリアさんと一緒って。マリアさん近い。マリアさんだけどね。そうだね。あとつかさちゃん。ああ、休み中のツイッターで拝見してます。ツイッターで。そうだよ、牛年。牛年調理師免許持ってます。すごっ。欲しいわ。保育士免許、保育士持ってます。すごい。ぽいぽい保育士で。どうよね。あ、そうなんだ。レナさんとメルちゃんも保育士持ってる。レナさんもいる？あっちですか？でも私まだ卒業しないから持ってない。頑張れ頑張れ。卒
通用しないからね。あ、そうです。ミオさんと誕生日1日違いなんですよ。そうなんだ。で入りました。ミオさんと誕生日1日違いので東京って見て、お、やばいと思ってオーディションを受けて。確かにやばいです。きっかけが。そう、生誕祭1年後ぬーちゃんをみたいな感じで、ゆかさんです。いいですか、みきゃんちゃんいますか。こんにちは、さくのかくです。私だけ出してる。あれ、なんだっけ、はい、落書きサメ、ありがとう。世話にいるんだよ。あー、なるほどね。保育されたい、私も思った。お歌歌ってもらいたい。あ、はい、保育します。函館、ラッキーピエロ行きたい。え、昨日も誰かラッキーピエロって言っててさ、でも分かんなかったって。ラッキーピエロって函館市にしかないハンバーガー屋さん。爽やか的な。爽やか的な。そういう感じですね。それはちょっと北海道の中でも激アツ。激アツハンバーガー。食べたい。 T シャツで買おう。ラッキーピエロ。ピエロ。カイトヤッホー。カイトヤッホー。ラッパーでした。だってな、野中といつきさんは超チルなラッパーになるんだ。チルなラッパー。ギャルかっこいい。感じ。あ、そうじゃん。あ、ハゲピエロ。言ってたんだ。ラッキーピー行きたい。ラッキーピー。ラッキーピー。ラッキーピー。私ずっとセンターだ。センターで。ぜひ2人の得点、すごいですもん。ぜひ2人の得点ゲットしてね。私がちょっとってみんな得点買ってくれないでしょ、どうせ。いや、そんなこと言わないで。寝ちゃうから。私は岩手県出身なんですけど。どういうこと生まれが岩手。生まれ岩手だって。5歳まで岩手です。あ、結構長い。どこ？盛岡です。あ、シティガールだった。ティガール。え、やば。え、そっからどこ行ったの？東京です。そうなの？じゃ岩手でよかったじゃん。でも、いたんで。そういうこと。じゃ東京だってやるよ。でも、私さ、今東京に住んでるからあれかな。違うの。ずっと言ってたよね、私配信でさ、同じ岩手の子がもう一人入ったら、私一人じゃ何もできないからいろいろできるのにってずっと言ってたの。でも、実家岩手じゃないんで。あ、生まれただけってこと？そうです。なるほどね。何もないんですよ、岩手。そうだよ、だって何もないよ。あ、リスってのか。違います。今のスケとかないじゃないですか。はい、トロカと他のね、レニーリオ全部いる。ワンマン、うん、多分全部いる。来てくれる？お待ちしてます。めっちゃ待ってるね、圧かけるから。みんな2人の得点頼んでくれました。多分ね、今日忙しいからチェキとかの方が、ね、いいと思う。多分ガッツ攻め誰かないからね。はい、ね、分かんないです。お待ちしてます。チェキと、え、なんかあれですよね、書くの。そう。え、私まださ、県民だからさ、2人とさ、スリーショット撮りたいんだけど、ダメ。ちょっとだけなんか先輩ずらさせて。あ、よかった。汗かいたから。待ってるよ。岩手そう何もないんだよね。はい、レンム。北上川ぐらいしかないです。レンム。1月3日、ガクさんチケット決まってね。ツイッターもフォローしてください。ギャルが3人。大好き。最後の誰が2人になるね。はい、よろしくお願いします。どうしたらって、様々やってね。野々さんあります。寝ちゃえてるよ。皆さん、得点を持ってます。しおりさんが、しおりさんが来た。真ん中に来ちゃったよ。あなたたちが主役よ。しおりさんです。ありがとうございます。
パチスロの方だったら本当に可愛い。びっくりした。ノックされた。可愛い。何だって、何だって。ホギキングいる。ホギキングいる。いたらよろしく。うん、これして。横なんか、横なんか根性みたいな。可愛い。可愛い。いつでも可愛い。褒められている。ハドウガキさん、ありがとう。あ、今いるよ、レナちゃん。ハギキング。ハギキング？そうです。初めて見た顔です。ハギキングさん？ヤッホー。囲みチェキはさ、今の足軽ジャパンのメンバーで2枚欲しくて、セナのサインとミソラのサインが欲しいってこと？囲みチェキ同じメンバーに2枚入ってるんだけど、分かるかな言ってること。3人の囲みチェキが2枚欲しくて、1つはみそらのサイン、1つはセナのサインってことかな。うん、足りてはない。あ、足りてる、足りてる。足りてなくはない。そうそう、足りてるんだけど、なんだよ、同じメンバーで囲みチェキを2枚撮ってるから、どうなのかなって。誰？ハゲキング。あ、
ということで、ぜひまた明日じゃなくて明後日のオンラインだけだけど、またライブで